愛子です。ゲストに卒業したるいちゃんに来てもらいました。ありがとうございます。旦那様方です。ありがとうございます。ありがとうございます。卒業したるいの旦那きーちゃんです。るいです。あつしです。わかるよね、見た目さすがに。いつもご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。今日は第2弾旦那交換ナイトルーティーン。なんか前回のやつがすごい好評だったので、それでもう一回ちょっと旦那交換しちゃいたいな。しちゃいたいな。それではどうぞ。ということで、みんなパジャマに着替えたので夜ご飯食べていきたいと思います。すいません、もないからお願いします。ね、じゃあいただきます。嬉しい。最高。るんちゃんはあのラブマンも卒業してから今はどんな感じ？でもあんまり変わってないよね。ストレッチが増えた。ストレッチの時間が。いや、なんかラブママの時は結構周りもめちゃくちゃ細いし、うんうん、雑誌とかもあったから結構ダイエット力入れてたんだけど、ね、うん、卒業したらリバウンドするのが怖くて、めっちゃ、うんうんうん、リバウンドしないようにって思ってたら過剰になっちゃった。逆にね、ご飯1時間ぐらいずっと前に続いてる。そうそう、だからご飯とかも気を使うようになったのと、あの上の子が6歳になったから小学校のね準備とか、うん、バタバタ確かにしてる。前回 の、 あの夫婦交換の企画、うんうん、第1弾の反響は結構あった。ここはそのドライブトークでめちゃくちゃ喋ってたけど、多分ちょっとここが気まずそうなのが多分伝わったので、なんか両方のその性格出てました。面白かったですみたいな。来てたよね、結構ね。そう嬉しかったね、見てもらえて。編集部から聞きたいんですけど、もう交換デートとかで今回も交換のナイトルーティーンやってくれてると思うんですけど、嫉妬とかはしますか？あ、ここは全然おもろい。普段とか私やきもち焼きます。焼くか、うん、うん、でも最近多分そういう出来事がないから そう思うことはないけど、でも何かあったら確かにするかも。うん、きーちゃんも焼くよね。焼く方かもしれない。なんかジム、パーソナルジムとかを通いたいなって思ってて、はいはいはい、トレーナー男の人みたいな感じはある。ちょいちょいダメとかはしないけど、束縛とかもないけど、そういうのは好きには多分お互いするから絶対にしないから。でも信頼してるってことだから、はい、そっか、うん、自分の中で疲れちゃうからもうなくしてるかもしれないです。あ、もうそういう感情も感情的に、うん、あれじゃあ、あるの？ある普通に言う。誰これ？それは言う。でも誰これ普通にそれは言う。かわいい。でも前回の交換デートをしてからのお互いの印象は変わりましたか？でも私はいい意味で何も変わらない。あつし君は本当にもうちょっと怖い人だと思ってたから、なんかその原宿でデートして、はい、やっぱめちゃくちゃスマート。あの例えばプリクラ撮った時とかも、はいはい、プリクラの入るのも出るのも先にこうカーテン持っててくれたりとか、あとなんかさりげないとこでね、そう、竹下通り歩いてる時とかにこう私が気づかなくてちょっと寄らせてくれたりとか、撮影しないと気づかなかったまあね、うん、確かに。お互いの夫婦の好きなところを教えてください。僕はもう、ね、顔。あー、顔、二人の顔がもうすごい好き。本当に全然作詞とかびっくりしちゃいます。私もあそこで。でも基本的に2人はこう愛ちゃんがしっかり主導権を持ってて、それについていくっていう行動が我が家と似てて、うん、いい、よくない、うん、ね、合っててる感じが。はい、じゃあこのままご飯を食べてナイトルーティンをやっていきたいと思います。ということで私とあつしくんペアのナイトルーティンを撮っていきたいと思います。私はいつも夜寝る前に筋トレとかストレッチするんですけど、それをキーちゃんにも強制させて一緒にやったりするので、今日はキーちゃんじゃなくてあつしくんに私と同じ筋トレのメニューをこなしていただきたいと思います。
まず歯ブラシしてからやっていきたいと思います。あ、今もう仕上げ磨きとかやりますか？大丈夫ですか？仕上げ磨きは誰ですか？私が寿司くんです。お金取られそう。次は筋トレをしていきたいと思います。何人かの方の YouTube を真似しながらやってるんですけど、今日は腹筋編ということで、3分間で腹筋を作れるっていう動画を見ながら一緒に筋トレしていきたいと思います。頑張りましょう。腹筋ちょっと寝覚めりますよ。はい、まず左右に足出してください。すごいね。あ、いいです、うまいです、うまいです。あ、ちゃんと足ピンで伸ばしてください。あ、素敵です。あ、笑顔で頑張りましょう。プライズでいい。ごめんごめんごめん、できましたね。笑顔で頑張って。めっちゃきつそう。あ、出た。そう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 。あ、うまいうまいうまい。うまいうまい。歌うまい。どうです、どうです。いや、もうなんか楽っすね。ちょっともう一回、もう一回ですよ、これ、はい、うわ、きつそう。頑張れ。え、足曲げる？足曲げないです。もうでもあと30秒です。あと5秒。4、3、2、1、終了。マック消費した。なつしくん大丈夫？こんな感じでいつも筋トレしてます。これやった方がいいですね。え、やった方がいいですよね。結構すっきりしません？はい、ぜひあいちゃんと一緒にやります。絶対やんない。じゃあ私たちが次はやっていきます。ポーポーポー。いや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 、まずは歯磨きからやっていきたいと思います。はい、歯ブラシの進化が一番気まずいんですよ。何で喋ろうかなと思って。喋りすぎるのもちょっと。そう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 、喋りすぎたらあの歯が止まるじゃん、こうね。そう歯磨き終わったんで、いつも私がやってるナイトルーティン、はい、ちょっとやってみたいんですけど、ストレッチをお風呂でやるんですけど、あのちょっとお風呂が入るのちょっとさすがに厳しいので、今日はこの広間で、はい、やっていきたいと思います。でその後に私絶対やってることは、あの YouTube 一本絶対見てるんですけど、ちょっとそれをあの私がどのようなものをいつも見てるか。あ、見たいです見たいです。ちょっと一緒に見ていただきたいなと。お願いします。でもなんか結構女の子っぽい感じじゃないので、一緒に見れると思います。 YouTube が、うん、この足伸ばした状態で、まあ、湯船に入ってるっていう想像で、いつも私肩甲骨がこう前に行かないようにこう後ろに、あ、こう伸ばしてます。俺もたまにやってますよ。背筋伸ばしてこうグーって、次上に上げて、前にこうやって姿勢が悪くならないのに、いつもこれやってます。でいつも携帯見ながらとか入るんですよ、私持った状態でこうやって。あ、こうやってってんの。こうやって、これはウエストのストレッチ。これは内もも。いつも子供と入るから浅いんですよ。そこでこうやってやってます。 YouTube を一緒に見ていきたいと思います。あ、外録？そう、知ってます？外録は見ないな。え、でも知ってます？外録っていう言葉自体は。あ、わかりますか？インタビュー系です。人間の生き様的な。あ、生き様的な。聞きながらみたいな。そう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 。こんな人生あるんやみたいなので、幸せになったら行っちゃう。行われる公演とかということで、もう私たちのナイトルーティンは終了したので寝ます。おやすみなさーい。おやすみなさーい。かわいい。ということでナイトルーティンでした。イエーイ。どう
どうでしたか？楽しかったです。楽しかった。楽しかったです。また第3弾呼んでください。いや本当にぜひ来て。お願いします待ってます。はい、ということでるいちゃん久しぶりにどうぞ、はい、お願いします。この動画がいいと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。せーの、バイバーイ。ありがとうございました。